はい、すいません、期間が空いてしまったんですけれども、これからギャラクシーのエクストラデッキの紹介から続きを始めていこうと思います。エクストラデッキの構成としては、リンクモンスターがこの5枚、そんでエクシーズモンスターがこの10枚っていう感じになっています。で、リンクモンスターから簡単に説明していくと、ギャラクシーアイズソルフレアドラゴン2枚、このモンスターはリンク召喚時に墓地のギャラクシーモンスターまたはフォトンモンスターを手札に加える効果と、相手ターンメインフェーズ時に一度手札のフォトンモンスターとギャラクシーモンスター合計2枚、もしくはギャラクシーアイズフォトンドラゴン1枚を墓地に送ることで相手の特殊召喚したモンスターを破壊する効果を持っていて、自分のターンでは展開の補助、相手のターンでは妨害をすることから、このデッキにおける一番強い盤面を作る1枚となっています。次、ハイパースター聖騎士の追走イゾルデ、トロイメアユニコーン、このモンスターはギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンと一緒にゲームを終わらせる時なんかに出すモンスターで、この辺のリンク2のモンスターからモンスターもう1体とリンク召喚してリンクマーカーを真下に向ける役割と、手札1枚をコストに相手のカード1枚をデッキに戻すっていう除去の手段としても使う、まあ、このデッキとも相性のいいカードかなって思って1枚闇属性ですけど、採用しています。で、ここからエクシーズモンスターの紹介なんですけど、飛行竜フォトンブラストドラゴン、このモンスターはエクシーズ召喚時に手札のフォトンモンスターを特殊召喚する効果を持っているのと、自分フィールドの攻撃力2000以上のモンスターは相手の効果の対象にならず効果で破壊されなくなるっていう効果を持っているので、さっき触れた、このデッキの一番強い盤面っていうのを紹介すると、ソルフレア、フォトンブラスト、フォトンロードの3枚を並べることが一番強くて、で、そこにおいてこの辺の厄介なモンスターたちを除去させづらくするっていう守備の要みたいな役割として入っています。ナンバーズ90ギャラクシーアイズフォトンロード、このモンスターは相手のモンスターの効果が発動した時、エクシーズ素材を1つ取り除くことでその効果を無効にし、墓地に送った素材がギャラクシーだった時、効果を発動したモンスターを破壊するっていう効果と、相手ターンに一度デッキからギャラクシーカードまたはフォトンカードを手札に加える、もしくはこのモンスターのエクシーズ素材にするという能力を持っています。で、ここで1個覚えていてほしいことがあって、まあ、例えばまた魔術師が例になっちゃうんですけど、例えば死毒の魔術師とか交際の魔術師とか、こういった破壊をトリガーとするモンスターたち、そういったものが出てくるって分かってる時なんかは、相手のスタンバイフェーズにギャラクシーアイズフォトンロードの素材を補充するっていう能力で、フォトンカードをこのモンスターの素材として、で、相手の死毒とか交際とかそういった効果が発動した時にギャラクシーアイズフォトンロードの効果を使い、補充したフォトンカードを墓地に送ることで、そういった破壊をトリガーとするモンスターたちの効果を安全に無効にすることができます。これたまに役立つので覚えておくといいことなので紹介しておきました。希望海竜タイタニックギャラクシー、このモンスターは、まあ、留意しておいた方がいいことが1個ありまして、タイタニックギャラクシーって、まあ、この辺とかと違って能動的に素材を吐ける効果がないんですよ。墓地にギャラクシーアイズフォトンドラゴンが欲しいタイミングでこのモンスターのエクシーズ素材の下にしかないっていう状況ができてしまうことがあるので、回しながらどうプレイしていくか、そういうのを考えておくのが大事になってきます。最後、ナンバーズ62ギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴン、このモンスターはさっきトロイメアユニコーンと一緒に話した通り、ゲームを終わらせるときに使うモンスターで、例えば何かモンスターを召喚してギャラクシーアイズソルフレアと出したモンスターでリンク召喚、トロイメアユニコーンで、トロイメアユニコーンのリンク召喚時効果で手札のカード1枚をコストに、まあ、相手のカード1枚デッキに戻しました、何かしらの手段でギャラクシーアイズフォトンドラゴンとレベル8のモンスターを出してエクシーズ召喚、ギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンを、エクシーズ召喚してフォトンロードを攻撃表示にしてバトルフェーズ、仮に相手のフィールドに2体モンスターがいたとしても、トロイメアユニコーンで1体を倒してギャラクシーアイズフォトンロードでもう1体を攻撃で、ガラ空きになったところでギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンでダイレクトアタック、ダメージ計算時に効果を発動してギャラクシーアイズフォトンドラゴンじゃない方の素材を墓地に送って、フィールド上のランクの合計 ×200 ポイント攻撃力をアップするので、今この状態だと884で合計20あることから、ギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンが8000になってダイレクトアタック、これでゲームは終わりっていうのが一番綺麗な動きとして考えています。なったらね、ほんとかっこいいんだけどね、あんまりならないのがね、っていう感じで、エクストラの紹介は以上です。で、次、
このデッキに採用されなかったカードたちをさらっと紹介すると、ギャラクシープリースト、このカードは長期戦をすることを想定していないので、そんなにリソースを回収しなくていいっていうこと。ギャラクシーウィザード、このモンスターに召喚権を割きたくないことと、まああとサーチ先がそんなに豊富じゃないっていうことから採用せず、ギャラクシーアイズダークマタードラゴン、このカードは効果を従前に発揮できないってこと、あとエクストラの枠が、なくて、これを入れるよりかは他の、能力の強いカードを入れた方がいいなっていうことから、採用しませんでした。次、ギャラクシーエクスペディション、今のデッキがレベル4のフォトンとかそういうカードを中心としているので、発動条件を揃いにくいことと、このカードから特殊召喚するモンスターがそんなに選択肢として多くないことから、採用しませんでした。最後、ギャラクシートランサー、このカード正直なところ、入れたかったっちゃ入れたかったんですけれども、メインデッキの枠が、まあ、必要なカードを入れていたらカツカツになってしまったので、採用を見送りました。なんかこのカードいらないんじゃないかなっていうカードがあったら意見をもらえるととても嬉しいのでお願いいたします。じゃあ実際このデッキをどうやって回すのかっていうのを、まあ何パターンかに分けて、紹介していきたいと思います。まず1パターン目、フォトンサンクチュアリを使う展開なんですけど、この4枚があったら大体できて、ここの3枚のモンスターはフォトンオービタルからサーチ可能ですし、フォトンスラッシャーなんかはフォトンアドバンサーとかギャラクシーブレイバーとかそういったカードでも代用できるので、まあ、比較的手札に集まりやすいパターンではあります。フォトンスラッシャーを特殊召喚、フォトンサンクチュアリを発動してフォトントークンを2体特殊召喚します。フォトンモンスターがいるのでフォトンバニッシャーを特殊召喚、その効果でデッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴンを手札に加えます。攻撃力2000以上の光属性モンスターを使ってリンク召喚、ギャラクシーアイズソルフレアドラゴン、フォトンバニッシャーとフォトンスラッシャーの2体でリンク召喚、エクシーズ召喚、気候流フォトンブラストドラゴン、フォトンブラストドラゴンの特殊召喚効果は使えません。効果でギャラクシーアイズフォトンドラゴンを墓地に送ってギャラクシーソルジャーを特殊召喚、デッキからギャラクシーナイトを手札に加えます。ギャラクシーナイトをそのまま通常召喚し、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを特殊召喚、今出したギャラクシーアイズとギャラクシーナイトでギャラクシーアイズフォトンロードをエクシーズ召喚で、こんな感じで一番強い盤面を作る1パターン目。じゃあ他のパターンも見ていきましょう。今度はフォトンサンクチュアリを使わないパターンで、こちらの4枚を使っていきます。これらのカードはフォトンオービタルでサーチ可能ですし、フォトンアドバンサーとフォトンスラッシャーなんかは、展開次第ではギャラクシーブレイバーでも代用可能なので、こちらもまた集めやすいパターンなのではないかっていう感じです。やってみましょうか。まずフォトンスラッシャーを特殊召喚で、フォトンがいるのでフォトンバニッシャーを特殊召喚、フォトンバニッシャーの効果でデッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴンを手札に加えて、ギャラクシーソルジャーの効果、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを墓地に送り特殊召喚で、特殊召喚時効果でデッキからギャラクシーナイトを手札に加えます。で、ここでギャラクシーソルジャーとフォトンスラッシャーでリンク召喚、ギャラクシーアイズソルフレアドラゴンで、フォトンモンスターがいるのでフォトンアドバンサーを特殊召喚、フォトンアドバンサーとバニッシャーでエクシーズ召喚、気候流フォトンブラストドラゴンで、ギャラクシーナイトを通常召喚、墓地からギャラクシーアイズフォトンドラゴンを特殊召喚、そしてギャラクシーアイズフォトンドラゴンとギャラクシーナイトでエクシーズ召喚、ギャラクシーアイズフォトンロードっていう感じで一番強い場面を作るパターンの一つです。で、このデッキのパターンとしては最後、ギャラクシーナイトとかフォトンサンクチュアリ、どちらも使わないパターンを紹介してみます。で、このカードはやっぱりどれも、フォトンオービタルからサーチ可能ですので、もしどれかなくてもこのカードさえあればこれからの展開をできるので、ぜひ覚えていただけたらなって思います。じゃあやってみましょう。フォトンスラッシャーを特殊召喚、フィールドにフォトンがいるのでフォトンバニッシャーを特殊召喚、その効果でデッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴンを手札に加えます。フォトンアドバンサーを特殊召喚、ここでリンク召喚するんですけど、フォトンスラッシャーと通常召喚できるフォトンアドバンサーをリンク召喚します。で、気候流フォトンブラストドラゴン、気候流フォトンブラストドラゴンの効果でフォトンアドバンサーを回収します。ギャラクシーブレイバーの効果を発動、手札のギャラクシーアイズフォトンドラゴンを見せてこのモンスターを特殊召喚します。で、このモンスターのレベルは今見せたギャラクシーアイズフォトンドラゴンと同じレベル8になります。そしてフォトンアドバンサーを通常召喚で、通常召喚したアドバンサーとフォトンバニッシャーでエクシーズ召喚、気候流フォトンブラストドラゴン、フォトンブラストドラゴンの効果で手札からギャラクシーアイズフォトンドラゴンを特殊召喚し、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンと
ギャラクシーブレイバーの2体でギャラクシーアイズフォトンロードをエクシーズ召喚して、こんな感じでこのデッキの一番強い盤面が完成します。まあ大体今紹介した3パターンがこのデッキでこの盤面を作り出す、パターンなんですけど、まあ何が重要かっていうと、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンをどこから出して、でどうやってランク4とランク8を立てるか、そして通常召喚権に何を使うか、それが重要となってきます。はい、ということでギャラクシーアイズのデッキを2本通して紹介してまいりました。ちょっと、お話をすると、僕はこのギャラクシーのデッキを、まあ、形は変われど、5年ぐらい使い続けていて、でそういった中で感じていたのは、まあ、こういうなんだでかいドラゴンが出てきて相手と殴り合いながら遊戯をするっていう感じの感覚があって、すごい使ってて楽しいデッキになってます。でしかも今ギャラクシーアイズって、例えば、まあ、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン、フォトンスラッシャー、ギャラクシーソルシャー、 あとプライムフォトンドラゴンも、このあたりのカードって再録されていて、でさらにフォトンブラスト、ソルフレア、フォトンロード、ギャラクシーブレイバー、フォトンオービタル、この辺のカードは比較的新しい段に収録されているカードなので、今のギャラクシーアイズは集めやすくて、でしかも使ってて楽しくてなかなか強いっていう、ものすごくいいポジションのデッキになっているので、ぜひ作ってもらって、まずチャンネル登録と、高評価をして、で作ってみてその感想をぜひ、コメント欄に書いていただけたら、まあ一ギャラクシーアイズ使いとしてすごく嬉しいので、ぜひ、お願いします。はい、ちょっと言っちゃったけど、このデッキが見ててかっこいいとか綺麗とか、強そうとか、そういった気持ちがあったら高評価とチャンネル登録、そしてコメントとかなどなど、あとこのデッキ見た感じの改善点とか、そういったものも、していただけると、ものすごく一デュエリストとして参考にしたいので、ぜひお願いいたします。それじゃあバイバイ。